彼は夏という季節がやってくると決まって夜釣りに出かける。なぜ夏なのかといえば、他の季節だと夜釣りは難しいからだ。冬は寒くて釣りどころではないし、春はいまいち魚が湧かない。夏は昼間は暑くてとても釣りをする気にはなれないが、夜となれば海風が心地よい。仕事を終え、車で近場の漁港へ向かい、適当な釣り場を見つけて竿を投げる。釣れる日もあれば、釣れない日もある。しかし、趣味でしていることなので、釣れないところでどうということはない。ただ、静かな海で釣りをするのが好きなのだ。港には火力発電所があるのだが、こういう工場という場所は夜景に映える。巨大な人工物が港にうずくまり、白煙を上げるという光景は悪くない。彼はタバコを口にくわえ、ネクタイを緩めて、竿を投げてはぼんやりと佇む。魚が釣れれば竿につけた鈴が鳴り、魚がかかっていることを教えてくれる。投げ釣りはもっぱら待っている時間の方が長い。携帯の電源も切ってあるので、誰の邪魔も入らない。足元を波がチャプチャとぶつかっては砕け、白い泡となって岸壁に付着した。深く息を吸うと、生臭い磯の香りがする。しばらくぼんやりとしていると、なんだか今日はやけに釣り人が少ないな、と気がついた。今日は大潮で潮目もいい。いつもなら大勢の釣り人で賑やかなくらいだ。特に対岸の船着き場には、昼間から釣りに来ている常連たちで、びっしりと埋まっているはずなのだ。怪訝に思って携帯を開くと、その理由に気がついた。ああ、そうか。もう盆なのか。もうそんな季節になっていたのか。もう彼は実家に何年も帰省していない。結婚して所帯でも持てばそういう行事にも近しいだろうが、独身の彼には盆も何もない。おまけに仕事も盆休みなどないのだから、そんなことなどすっかり忘れていた。こんなに人の少ない夜も珍しいな、と彼は思った。どうせ誰も来ないだろうと思い、竿を5つほど新たに投げ込んだ。人が多いと、あんまりこういう数に頼むような真似はできないが、今日は誰も文句を言う者もいない。すべての竿を投げ終え、彼はもう一本、と胸元のポケットからタバコを取り出そうとして、隣の電灯の下に誰かが立っているのに気がついた。思わず会釈すると、向こうもぼんやりと頭を下げた。釣り人かな、とも思ったが、何も持っていない。海をこうして眺めに来る人も少なくはないから、彼は特に気にせずに新しいタバコを口にくわえた。それからしばらく経ったが、魚が釣れる気配は一向にない。電灯の下に立っていた男がほんの少しこちらに近づいていた。表情を伺おうとしたが、逆光で表情が読めない。作業服を着ているということだけは分かった。よく見れば、普段の火力発電所の職員が着ている制服だ。お盆もお仕事ですか。大変ですね。
男が気さくに声をかけると、相手はゆっくりとうなずいてみせた。いえ、もう休みに入っています。初老の男性特有の少しゆっくりとした落ち着いた口調だった。こちらには帰省で帰ってきていましてね。あ、ご出身がこちらですか。ええ、と相手はうなずいた。彼は相づちを打ちながら、リールを巻いて仕掛けを回収した。餌はついていなかった。雑魚に食われたのだろう。故郷の海です。いつもここに帰ってきてしまう。子供の自分にはもう飽きるほど眺めていたというのに、不思議なものです。自分はよその人間ですが、海はいいですね。そうですね。ですが、海は恐ろしくもありますよ。で、例えば、私がまだ幼かった頃のお話ですが、そこの山で大きな炭鉱事故がありました。それはもう大勢の犠牲者が出たのですが、彼らは炎で陰鉱を焼かれておったんですな。地上へ運び出された彼らは水に飢えていました。しかし、とても全員には、水は行き渡らない。彼らは飲めないと分かりながらも、この海に次々と身を投げて海水を飲み、そのまま溺れて死にました。淡々とした声に彼はゾッとした。今でもよく覚えていますよ。肌色というよりは、白いブヨブヨとした遺体がいくつもそこに浮かんでおりました。まるでブイのようにね。私はどうしてもその光景は忘れられず、それからしばらくは海に来るのが恐ろしかったものです。餌を釣り針に通しながら、彼はなんだか寒々しいものを感じ、いつの間にか辺りが静まり返っていることに気がついた。さっきまでうるさいほどだった虫の音色もしんとしている。静寂が耳に痛いほどだった。事故があって以来、この海では大勢の死人が出ました。俗に言う、受水自殺ですな。年齢も性別も様々で、とにもかくにも人が死んだ。子供も大人も無関係に。あまりにも多くの人間が死ぬので、とうとう慰霊碑が建てられました。新婚のためにね。以来、ここで人が死ぬことはめっきり少なくなりました。じゃあもう大丈夫っていうことですね。いやー、怖かった。お話をするのがお上手ですね。肝が冷えました。はははと笑ってみせた彼とは反対に、光を背にして立つ男は黙り込んだ。足元で波が押し寄せては砕け、その度に強い潮の香りを感じた。地元の人間は、この時期にこの港にはやってきません。お盆というのは、死んだ人間が帰ってくる季節ですから、疲れるぞ。そう、親たちから習うのですな。ほら、もう帰っていきますよ。そう、男が指さした先、対岸の船着き場に誰かが立っているのが見えた。電灯の下、人影がぼんやりと立っている。彼が見ている目の前で、人影が身を投げた。
前のめりに倒れるように水面に水しぶきが上がり、それきり浮かんでこない。人が落ちましたよ。慌てて立ち上がろうとした彼の視線の先、そこには対岸を埋め尽くすように並んだ黒い人影が立っていた。そうして彼に続けとばかりに黒々とした海へと身を投じてゆく。呆然と彼が立ち尽くす中、急に仕掛けていた釣り竿の鈴がけたたましくなった。見てみれば、すべての竿が折れんばかりに曲がり、シャンシャンと鈴を鳴らしている。とても魚とは思えないような引きの強さに、彼は青ざめた。一体、何が糸の先にかかっているのか。悪いことは言わない。帰りなさい。バッシャン。と彼の目の前で男が落ちた。大きな水しぶきが上がり、黒々とした水面の下、男の姿が深い場所へとゆっくりと沈降していった。仰向けに沈んでいく男の口が薄く微笑んだのを彼はしっかりと見た。彼は釣り糸を断ち切り、竿も回収しないまま車に乗り込み、逃げるようにして港を後にした。以来、彼は釣りをやめた。夜の海へ行くことも二度とないという。